こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では初夏に買うべき大人の服ベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしたいなと思っています。まあ、5月というとですね、まさに初夏でかなり暑いじゃないですか。もう気温も30度近く上がる時があって、そうなるとですね、ほぼ夏と変わらないような着こなしが求められるかなと思うんですね。まあ、そんな時にどんなもの買えばいいのかなと、夏からだいぶ時間が空いてるので結構着こなしにですね迷ってる方少なくないかなと思うんですね。ということで今回の動画では、初夏に大人はどんな服を買うべきなのかというところで、具体的に5つのアイテムを皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、急に気温が上がると何着てたっけなという形で結構迷うんですが、まあ今日はですね、実際に私物を持ってきたので、まあこういったものを皆さん持っておくと、まあ真夏だとちょっと暑いんだけども、ちょうど初夏ぐらいにはいいかなと思うので、ぜひですね、最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。ちなみに今回ご紹介するお洋服に関しましては、同じものがあればそちらをご紹介しますが、まあそれ以外の似たようなものはですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からぜひ参考にしていただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、一つ目のアイテムから解説をしたいなと思ってるんですが、まずはこちらですね、シャツですね。まあ半袖ではなくて、まず最初はこういった長袖のシャツを皆さんにご紹介したいなと思ってます。まあこういったものは春先にも着るんですが、春、特にですね、冬の終わりから春になる頃にはですね、このシャツの上にジャケットを羽織ったりだとか、短丈のアウターを着たりだとか、まあそういった活用の仕方が多かったかなと思うんですが、まあ初夏になったらこのシャツを主役にしたような着こなしが、まあ一番使い勝手がいいかなと思うんですね。僕は今ですね、下に白 T を着まして、その上にですね、羽織物感覚でシャツを着てるんですね。で、このシャツをですね、個人的には少しこうボタンを開けたりしながら、下に着ている白 T を見せてあげたりだとか、あと大事なのは腕まくりですね。これをするかしないかで全然雰囲気が変わるかなと思うんですが、半袖シャツ、個人的には好きなんだけども、大人っぽくて上品に見えるのは、長袖シャツの腕まくりだと思ってるんですね。この二の腕あたりが見えるのがちょっと恥ずかしいなとか、大人っぽくないかなと感じる方は、長袖シャツでしっかりと二の腕あたりを隠して、あとは暑い分にはこの腕をまくるっていうのが、僕はバランスがいいなと思ってますね。まあこういった感じで軽く羽織物感覚でシャツをさらりと着るというのはすごくですね、初夏には向いているので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。今僕が着ているのはクラフトスタンダードブティックというブランドのですね、バンドカラーシャツなんですね。前回皆さんにもご紹介しましたが、これが結構気に入っていて、個人的にプライベートでもよく着てるんですね。まあ素材もね、こうタイプライターでちょっとパリッとした感じがあって、それが適度なシワ感が出たりすると雰囲気いいんですよ。これが僕は個人的に気に入っていて、結構ガンガンに使ってますね。まあシャツというのはちょっと綺麗めな雰囲気もあるので、1枚で着ても大人の男性にはハマりやすいんですね。そういった点で清潔感のあるようなこういったブルー系のシャツ間違いがないかなと思いますね。あとは僕個人でですね、作ってるブランド、ソーというものがあるんですが、ここのストライプのシャツとかも結構個人的にはよく着ています。まあ、同じように前は開けて、あとは腕まくりっていうところが初夏には最適かなと思うので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思います。まあ、このシャツね、結構皆さんからお問い合わせいただくんですが、なかなか在庫が追いつかなくてですね、初回分もですね、すぐに完売してしまって、第2弾で先日発売したものもですね、わずか半日もしないで売り切れてしまったので、また5月末ぐらいにですね、新しい入荷があったら皆さんにもご紹介できればなと思っています。まあ、そんな形でまず一つ目は、長袖シャツを腕まくりするという方法を皆さんにお伝えしました。まあ、サイズングに関しては、ちょっとですね、ゆとりがあった方がいいと思いますね。タイトなシャツだと、ちょっとビジネスライクに見えるのと、今っぽさというところが出ないので、ややたっぷりめのサイズングですね。身幅にゆとりがあったりだとか、そういったものをさらりと着るのが、バランスがいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着てるこちら、半袖のニットなんですね。これまた初夏にはめちゃくちゃ使えるアイテムで、真夏だとちょっと暑いんですね。T シャツよりは綺麗めに見えるようなニットを使った半袖なので、結構大人の男性には似合いやすいんですけども、ただですね、真夏にはさすがに暑いので、初夏にこれはぴったりのアイテムかなと思います。
気温で言うと30度にギリギリいかないぐらいの27、8度ぐらいであれば、僕は半袖ニットはですね、すごく活躍してくれるかなと思っていまして、まさに初夏向けのアイテムだと思います。まあこの後ですね、出てくるかなと思うんですが、半袖の T シャツももちろんマストなアイテムなんですけども、やっぱりどのアイテムにもメリットとデメリットがあって、T シャツ1枚というのは気軽でですね、本当に楽なんですけども、一方でかなりカジュアルなので、ちょっと大人の男性には抵抗があるかなという方も少なくないかなと思うんですね。その点このような半袖ニットというのは、表面がですね、やっぱりニットの上品さがあるので、すごくですね、1枚でも大人っぽさというところを出せるというところ、しかも半袖なのですごく快適だというところ、この2つが最大のメリットだと思うんですね。ただデメリットもあって、真夏にはものすごく暑いので着れないというところですね。ですので初夏の5月だとか、あとは6月ぐらいですね、気温が27、8度ぐらいのところまででしたら、すごく活用できるかなと思いますし、半袖の T シャツを着てるよりもですね、やっぱり差別化ができるんですね。誰もが着てるようなアイテムではないからこそ、こういったものをさらりと着れるとおしゃれに見えるので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。僕が今日着てるのは、これはですね、おそらく2年ぐらい前だと思うんですね。ユナイテッドアローズで買ったオリジナルのニットなんですが、まあこういったものをセールスショップは得意なのでよく売ってます。今季のユナイテッドアローズでも売ってますし、あとは半袖ニットだけではなくて、最近は半袖のスウェットだとか、あとはちょっと肉厚の T シャツだとか、そういったものも出てきているので、もうちょっと半袖ニットよりはカジュアル感が出したいんだよなという場合は、そういった半袖スウェットだとか、ちょっと肉厚の T シャツでもいいかなと思いますね。薄い T シャツだとどうしても体のラインを拾ってしまって、体型がそのまま出てしまうんですが、ちょっとこのように肉厚なものであれば、意外と体型を拾わないので、大人の男性にも使いやすいかなというふうに思ってます。で、色に関しては僕は今ダークグレーを着てるんですが、もちろん濃い色でまとめてもいいと思います。ネイビーだとかダークグレーでもいいと思いますし、あとは明るい色にしたい場合は白だとか、あともう一着手元にあるのがですね、こちら。まあ、最近ユニバーサルランゲージで購入したものなんですが、こういったライトグレーですね。明るい色なんだけども、そこにグレーが混ざるだけで、ちょっとクロート感が出せるので、こういった色もいいかなと思うので、ぜひ半袖ニット、まさにですね、30代後半から40代以降の男性には、ものすごく使い勝手がいいので、トライをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムは、僕が今着ているこちらのですね、カーディガンですね。このようなアイテムも初夏にはめちゃくちゃ活躍しますし、初夏からですね、また梅雨になるじゃないですか。ここで一旦気温が落ち着くので、その時にもめちゃくちゃ活躍しますし、あとは真夏もですね、なんだかんだでカーディガンってすごく便利で僕は使うんですね。というのも、まあこれは初夏にも共通するんですが、結構ですね、外が暑くてもカフェだとか電車の中だとかそういったところに長時間いるとめちゃくちゃ冷房が寒くてなんか体調崩しそうだなっていう時って皆さんありませんか？そんな時こそ T シャツの上にさらりとこういったカーディガンを羽織っておくとすごく便利で体温調整がしやすいんですね。まあ暑い時には脱げばいいし、あとは腕をまくったりしながら調整することもできるので、こういったものがですね、初夏アイテムとして1枚あると便利なのかなと思っています。で、カーディガンもですね、季節によって厚みだとか素材が変わってくるんですね。初夏に着るべきカーディガンの素材は、ちょっと麻がブレンドされているものですね。僕が今着ているのは先日ご紹介したグリーンレベルのカーディガンなんですが、これも麻がミックスされているので、ちょっと独特のシャリ感があるので、肌にベタっとくっつかないんですね。この肌触りがまさに夏向きだなというところを感じていまして、まあこういったものが1枚あると風の通り抜けもいいですし、なおかつ肌にベタつかないので、すごく便利かなと思ってます。色に関しては様々な選択肢があるので、これは好みでいいかなと思うんですね。もちろんネイビーだとかブラック、ダークグレーみたいなところが鉄板で、使い勝手はもちろんいいかなと思うんですね。ただ、夏らしさとかそういった清涼感を出したいのであれば、こういったライトブルーみたいな色もですね、なかなか雰囲気がいいかなと思うので、T シャツの上にさらりと着るようなスタイルもぜひ試していただければなと思っています。ちなみに、こういったライトブルーみたいなちょっと綺麗な色と着る時のポイントなんですけども、基本的にはボトムスをブラック系で引き締めれば、結構なんだかんだでバランスよくまとまるんですね。上半身は白系の T シャツで、上にこういったライトブルーを着て、あとはボトムスをブラックにするというのもいいと思いますし、例えばこのカーディガンがライトグレーだとかベージュでも同じことなんですね。
上半身は白 T の上に着て、ある程度明るさを出して、ボトムスはブラックだとか、あとはネイビーだとかダークグレーでもいいかなと思うので、上明るめの下暗め、これを意識していただければ、結構こういった色もですね、気軽にトライしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、先ほどまでですね、トップスが多かったので、今度はボトムスをご紹介できればと思ってます。僕が今履いてるのは、色はグレー系のですね、素材がシアサッカーのボトムスなんですね。こういったものはまさに初夏から夏にかけてよく履かれるものなんですが、表面に凹凸があるので、肌にペタッと貼り付かずに、夏にですね、すごく快適なボトムスなんですね。こういったボトムスってシワとかもそんなに気にせずにガンガン履けるので、まさに初夏向けかなと思いますね。まあシアサッカーっていうと結構ですね、ジャケットのイメージが多かったりするんですが、ボトムスで取り入れるというのもすごく季節感があって個人的にはいいかなと思うので、例えばこういったグレー系のシアサッカーのパンツを履いて、上はですね、これまた夏にすごく快適かなと思うんですが、ニットポロですね。ブラック系のニットポロっていうのは、すごくこれまた使い勝手のいい初夏向けのアイテムかなと思うんですが、ちょっとビジネスカジュアルっぽい着こなしっていうのも使い勝手がいいかなと思いますし、この上にネイビーのジャケットなんか着てもですね、意外とビジカジ対応もできたりするので、このようなテーパードシルエットのシアサッカーパンツ1枚持っておくと便利かなと思いますね。色はグレーだとか、あと定番で言うとネイビーですね。ネイビーのシアサッカーパンツっていうのも個人的に大好きなので、ぜひ皆さんですね、こういったちょっとこういつもと違った素材使いをしてみるのもいいかなと思うので、初夏にはシアサッカーというところで、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、僕が今着ている T シャツですね。まあ T シャツというともう夏の代名詞なんですが、初夏でも結構暑かったらもうT シャツを着るしか選択肢がないっていう時も確かにあるはずなんですよね。まあ僕自身ですね、そういう日がですね、もうすでに数日あるわけなんですが、皆さんも T シャツだけをシンプルに着たいという時にはですね、ぜひお試しいただきたいのが、無地の T シャツなんですけども、綺麗な色の T シャツなんですね。T シャツ1枚のスタイルってもちろんですね、NG ではないんですが、どうしてもシンプルになりすぎてしまって、なかなか様になりづらいという問題があるんですね。そこをうまくカバーする必要があるんですが、そのためにはいくつか方法があるんですけども、まず NG なのはタイトなシルエットの白 T シャツとかですね。これだと本当にですね、下着のように見えてしまうのと、相当スタイルが良くてイケメンじゃないと似合いづらいんですね。例えば白の T シャツにデニムみたいなスタイルっていうのは、僕ら世代だと吉田栄作スタイルなわけで、あのスタイルというのは凡人が真似してもなかなか似合うことはないわけですね。それなりの顔だとかスタイルの良さがないと成立がしないので、まあちょっとそういったですね、シンプルすぎるような T シャツというのは僕はちょっと避けておいた方がいいかなと思うんですね。じゃあどのようなものを選べばいいのかというと、僕が今着てるのはですね、今期のグリーンレーベルさんとコラボレーションさせていただいたややゆったりめの T シャツなんですね。僕が今着てるのは S サイズなんですが、通常の T シャツに比べると少しゆとりがあるのが分かっていただけるかなと思います。袖丈に関してもちょっと長めなんですね。本当にベーシックな T シャツだと袖 S だとこれぐらいなんですけども、それに比べるとだいたい8センチぐらい長さがあって少しゆとりを感じるかなと思いますね。あとは着丈のバランスとしてはそんなに変わらないんですが、大きく違うのは身幅ですね。このあたりにゆとりがあるので、1枚で着ても体型を拾わないという点と、ほんのりゆったりさがあって、トレンド感というところが出せるんですね。ですので、T シャツ1枚の時には、サイズ感はすごく注意が必要かなと思っています。あと、色合いもすごく重要で、先ほど言ったような、白 T だとか、あとは黒無地だとか、このあたりもうまくはまればいいんですけど、なかなかおしゃれに見えづらいというデメリットはあるんですね。ですので、ちょっと綺麗な色を使ってあげると、簡単におしゃれっぽく見せられるかなと思います。その点ではこのグリーンレベルさんとのコラボの T シャツは色選びにめちゃくちゃこだわったんですね。まあ、特に僕はグリーン系っていうのが夏場にはいいかなと思っていまして、こういった深めのグリーンというのは差し色にもなりますし、手持ちのブラックのデニムだとか、あとはホワイト系のパンツなんかにも合うので、意外とですね、差し色として使いつつも手持ちのものとの相性が良かったですので、このような色合いもいいかなと思いますし、あとはもう手軽なところで言うと、ユニクロ U のエアリズムですね。これはもう最初からゆとりがあるんですね。この T シャツに比べると、もうちょっと大胆に大きいのがユニクロ U のエアリズムなので、よりトレンド感が強まるかなと思うんですが、今季のパープルなんかはすごく良い差し色になりますし、あとはですね、もうちょっと暗い色でもネイビーですね。このネイビーがちょっと明るさのあるネイビーで、深
い感じではないので、そんなに平凡には見えないんですね。ですので、こういったユニクロ U のエアリズムなんかで、ちょっと差し色を使ってあげて、なおかつトレンド感のあるサイズ感に振ってあげるとバランスがいいかなと思いますし、もうちょっと人との違いを出したいんだよなという時には、まあ、セレクトショップのオリジナルですね。グリーンレーベルのものでもいいし、他にも様々なセレクトショップのものがあるので、そういったものの中で、これはちょっと綺麗な色だなっていうのをですね、夏らしく着てみるのもいいかなと思うので、ぜひ初夏のアイテムとしてトライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では初夏に大人が買うべき服ベスト5というテーマでお届けさせていただきました。今撮影しているのはですね、ゴールデンウィーク真っ只中なわけですが、意外と僕はですねバタバタとしておりまして、撮影をしたり仕事をしてたりするわけなんですが、ゴールデンウィークが落ち着いたらちょっとですねキャンプなんかを楽しみたいなというふうに思っています。まあ本当に5月はですね、暑い日は本当に30度近いので、ぜひ今回ご紹介したものの中で、夏にはちょっとこれ着るには暑いんだろうなというものもあると思うんですね。例えば長袖のシャツだとか、半袖のニットだとか、こういったものは真夏には暑いかなと思うんですが、初夏にこそ腕をまくったりだとか、ちょっとニットの上品さを楽しんだりだとか、そういったものがもうバチッとはまるので、ぜひですね、初夏の着こなし、皆さんも楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、こちらのチャンネルとは別に、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを運営していまして、そちらの方では、初級者から中級者へステップアップするための動画をですね、週4本ペースで配信してますので、気になる方はチェックしていただければなと思っています。また、もう一つお知らせがあるんですが、5月の1日からですね、オンラインサロンというものをスタートしました。こちらはですね、1日3、4回くらいのペースで、僕自身のおすすめのアイテムですとか、あとはコーディネートの解説ですとか、そういったものを皆さんにですね、テキストですとか、写真ベースでお届けしているので、ちょっと時間がないなという方は、1個の投稿につき、だいたい1分くらいで読み終えるような分量なので、ぜひこちらの方もチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。